皆さん、こんにちは。サクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is a transcript in Japanese on my website. 今日のテーマは何もしたくないについてです。今日は日曜日です。今日 私は何もしたくないと思っています。ここ最近仕事が忙しくて、そして昨日は土曜日だったんですけれども仕事がありました。今日一日休んだらまた明日から 月曜日が始まります今日は疲れているということもあってもう何もしたくないなと思っています今日は8時半ごろに起きましたそして そこから少し掃除をして、あとは、また寝たり、YouTube を見たり、まあ、そんな感じで、ゆっくりと過ごしています。 何もしたくないなぁと思っています。私は何もしない一日というのがあまり好きではありません。なぜならその日一日を無駄にしてしまったように感じるからです。なので なるべくするべきことを計画して今日はこれをしたということを作るようにしていますですが今日みたいにたまに何もしたくないと思う日があります 確かに今日一日結局何もしなかったなぁと思うのですがまあたまにはこのような日があってもいいかなと思っていますこのような日が続くと私も 気持ち的に罪悪感と言いますか、毎日を無駄にしていると思ってしまうのですが、まあ、1か月に1回くらい、このような日を過ごしてもいいかなと思っています。 今日は特に予定もないので、もうこのまま自分の好きなことをして過ごそうと思います。皆さんは何もしたくないという日がありますか それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakratips.com.You can get Japanese chart twice a month.Check the description box. じゃあまたねー